花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日はですね、ゲストいらっしゃらなくてね、今週もですねちょっとゲストを呼び忘れましたけどね、金玉、金尾魂金玉ということでですね、ゲストいらっしゃらないときは金玉という滑舌よくいきましょう。松下としみさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桜田武さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしく。この間お疲れ様です。鶴見の鶴見、鶴見でどんちゃんショーですね、はい。楽しかったですね。楽しかったですね。もう第1回目でしたけどもですね、盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。なんかね、なんでしょうね、まあ駅前のステージとあと他にね、はい、3カ所ぐらいの4カ所でしたね。4カ所、お店、はい、沖縄料理のね、なんていうお店でしたっけ、沖縄料理なんだっけ、七まかりだっけ。あ、そうですね、七まかりとか、あとアーリーアメリカンとね、アーリーアメリカンとポルコロッソさん、はいはいはい。でこの番組 にもですね、僕のこの後にやってる、北郎さんとかもね、あ、そうですね、うん、はい、エミちゃんとかも来てて、はい、久しぶりに会いましたけどもですね、北郎さんも打ち上げで一緒になって打ち上げ俺行かれなかったんだけど、結構楽しかったです、ね、飲んでた、はい、あの人飲むんだ。飲みますね。おお、とっても楽しかったです。本当。そうかそうか、ちょっとね、打ち上げ出れなくてね、はい、打ち上げ良かったみたいね。良かったですよ。打ち上げ行けばよかったんですね。そうめちゃくちゃ盛り上がりました。あ、本当、はい、そうかそうか。またね、本当にああやってこう音楽を、でみんながね集まって、まあ街がね楽しくなるっていうのはいいかもしれないですね。鶴見とかもう久しぶりですね、僕ほとんど行ったことなかったので。ああ、そうですか、うん、僕はもう一時は毎週のように行ってましたけど。ああ、そうなんだ。なんかね、楽しそうな飲み屋さんもたくさんいっぱい、ね、はい、ね、はい、楽しい思いがありましたね。楽しかったですね。松下さんも急にね、突然ちょっと急ですよね、うん、本当になんかそうですね、見学に行ったのにねいきなり隣すぐ隣の、ね、そうラーメン屋さんに入って一人で、うん、ラーメン食べた後に行ったんですよね、うん、そしたらすぐに歌わされた。そうですね、歌わされた。たけしが座ってんじゃねえよとか言いながら姉さん出番だよとか、姉さんダメだよ座って聞いてちゃうみたいな、楽しもうと思ってもダメだよとか言ってね。楽しいね。まあ、僕はザ・ウォッカの渡辺武史君とね、金子光則君がパーカッションで参加してくれましたけどもですね、また新しい出会いがねありましたね。そうですね、僕もね、なんかそういった意味ではこう、まあ、音楽を通じてなかなかほらそんなに多く出会うことがないじゃないですか、うん、まあ、割とこう決まった人とぐらいのね、うん、はい、感じで、まあ、ラジオにゲストを呼んだりとかっていう感じでありましたけどもですね、楽しい、思い出です。ということでね、ファックス早速いきましょうか。金尾義郎さん、投げ銭 FM 音中っていう、はいはい、ね、今日チャーリーさんと3000円いただいて、どうしたの？ちょっと、いや、きっとね、もう飲んで使ったんじゃない。この間10万円来てたもんね、ずいぶん前。昨日あれじゃないですかね、うん、万札をだいぶはたいて昨日はなんだっけ、いや、わかんないですけど、今日3000なんで。あ、ね、そうかもしれない。こんにちは、ハッピー金玉って書いてあるんですね。昨日は明神の湯500円に行き、あ、もう明神の湯毎週行ってる ね、 その後梅島はキラに行きました。キラね、漢字のキラ亭のキラですね、はい、キラに行きましたというね。金尾さんは元気にしているかと切符のいいおかみさんが言ってましたというね。金尾さんも知ってる、いや、知ってます、行ったことありますね。たまたま福岡出身のね方がやられてて、ちょっといい女なんですよ。いい女、そう、言葉遣いが、あ、失礼しました。ね、それでもうやっぱ切符がいいね、九州の女性はね。
男がもう手玉に取られますからね。手玉に取られたしたら、ね、うん、そういうおかみさんがいるお店ですね。その後とんかつへ行ったことは覚えておりますが、今月退院したばかりの相方とランチキ騒ぎをしたと思いますという。なので分かった。ゆきちさんがちょっといなくなっちゃった、ね、気がついたらもう飛んでたんだな、お金をね。うん、そんな疲れた私たちにオーバーワークをよろしくお願いいたしますというね。オーバードリンクじゃないの。オーバードランク。オーバーワークからいきますか、なんかね。オーバーワークは今日ちょっとあれかな、ちょっとあの音チューニングしていいですか、僕ね、はい、桜田さんの最近の予定っていうか、つかさくん今度はあの CD いよいよ出すそうですね。そうですね、5月1日発売ということで、うん、で5発が、うん、5月の18日がメイプルハウスかな。うん、それがレコアスライブになる。レコアスライブですね。もう一つが12日が鶴見のブーザースってところで、そこはちょっと小編成で、うん、多分トリオかなんかでアコースティックっぽい感じで一応やるんですけど、うん、はいはいはい、バンドバージョンでやるのは18日ですね。メイプルハウスさん、学芸大学メイプルハウスさん、はいはいはい、そうですか。じゃあ、はい、ということでね、オーバーワーク、佐藤さんのリクエストにお答えしましょう。オーバーワーク、
ということでですね、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしましたオーバーワークをお届けいたしましたけどもね、今日なんかいつもとギターが違うからガーンっていうのがなくてあれどうしたんだろうと思っちゃった。いやこれぐらいでいいかもよ、ね、いやちょっと今日終わってすぐね、九州行くんで、そうですね、いよいよエレアコン持ってきましたけどね、はい、いよいよ九州ツアーいよいよ、ね、そうですね、いよいよですけども、明日がね、長崎のね、西の海、音楽祭ですね、もう朝11時からだから始まるのが明日、早いね、早いね、だからもうリハやるとしたら8時とか9時に行かなきゃいけない、そうだから今日行ってちょっと先に近場でね寝ていこうかなって思ってますけどね、楽しみですね、明日がいよいよその西の海、明日明後日あるんですけどもね、僕が出るのは20日、20日ですね、はい、20日っていうことで、21日がいよいよ博多 BB ケンちゃんですね、はい、楽しみにしております、23日が あと北九州の、八幡のストロベリーサワーっていうところですね、はい、今回ねギターとストロベリーサワーはねパーカッションの方もね参加してくれるっていうことで、ね、楽しみにしております、で24日は能型っていうねことになりましょう、ザバーっていうジャズバーですねこれ。ジャズバー実はそこのオーナーが僕の同級生の弟さんなのよ。40年近くやってんだからね、すごいジャズバーとしてね、だから大野恵里さんとかもやってるんですそこで、あでジャズ以外は本当はできないんだけど僕がだったら許してくれるのよ、実はジャズバーなのに僕の CD かけてくれてるらしいから、それじゃあちょっとまずいでしょうっていうね、うん、いやでもねもう何度かねやらせていただいてるんですけども、やっぱりね楽しみにそこもねしております。ストロベリーサワー北九州はね今回初めてですね、23日、ね、うん、で25日に戻ってきて26日ラジオですよ、ラジオですね、あそっか、そんな困難ですよね、1週間ね、早いですね、うん、1週間あっという間に過ぎますけどもですね、でも長崎いいですね、いいですね、長崎ね野外音楽堂なんですけども、今回ファイナル、それがあファイナルになるんです。じゃあだから最終日諸岡健二君は、翌日ですね、きっと僕前はね同じ日に行ったんですけども、諸岡健二さんは翌日になりましたね、僕が20日で諸岡健二さんが21日ということですね、で 2days、まあ、全国各地からねいろんなゲストの方いらっしゃって、地元の方も いらっしゃるしね、楽しみですけどね、ファイナルなんだ、ファイナル、そうですか、ファイナルって、まあ、そのうちまたやるんじゃないの、ね、やるに決まってんじゃん、これで終わろうってのはもう間違いだよお前でそんな大変ですよ、いつかはみんなで ね行きたいですね、そうだからね、だってね見たらすごいとか、いやでもね地方の方々ってねやっぱり、うん、前から僕思うんだけども、ものすごい熱狂的なのよ、うん、ね、それでうん、で今はもう地方もあれも ない時代じゃない、で向こうでこう頑張っておられて、それでもう生活は向こうにいて、音楽は全国的にやってるとかね、はい、僕のでも友達っていうか先輩なんだけど、ビートルズばっかりやってて、ダイレクトにだって九州からカーネギーホール行ったバンドがいたからね、はい、昔、そうよ、ダイレクトにもうそれはもう大昔だけども、そういう生き方もあるのね、だからいろいろね東京だけがねあれではないと思うよね、はい、うん、ということでね、オーバーワーク行きましたけども、うん、何頼んでるんですか、うん、今メールが来たからね、メールちょっとお願いします、いや今日あんまりファックス来てないね、なんかね、うん、メールメール、うん、メール来ましたか、まあね、ちょっと今取りに行ってます。でね、今回やれなかったリクエストの中からミキさんのリクエスト来てたね、なんかね、あなたからの送り物やってみよう、これ、あ、そうですね、できるのかな、あなたからの送り物やりますか、先週ミキさんから来てましたね、
はい、博多のミキさんの、先週のリクエストにお答えしましたあなたからの贈り物っていうね、もう忙しい、拍手したりやったり何がですか松下さん、何そのねえねえ忙しぶってる、何言ってんすか忙しいの、いやこれラジオですから、何が金玉は忙しいんですよ、私やることいっぱいあって何なんですか、いや、例えば、ね、例えば、うん、そのパーカッションみたいなのして、こう写真を撮ってみたり、うん、コーラスを入れてみたり、うん、歌ってみたりね、それはでファックスが来たらメールをチェックしたり、結構忙しいんですよね、それ普通だよね、でもラジオって花尾さん歌ってるだけだと思ってあのさ俺今日博多行くんだけど頑張ってください、喧嘩おるの喧嘩じゃないです今からもう重い荷物しょってさ行く重い荷物しょってっていうのがね、いやそれ CD だって詰めたもの俺、あ博多売れるかどうかもう、まあ、ほとんど買っていただいてるんですけども、うん、でも俺たちは、うん、やっぱそれが行商するのが原点でしょ、うんね、昔はレコード会社メジャーなところがね、あの全国規模でやっぱり例えば9月21日だったら全国発売になってたから、行商する必要がなかったのよ、あ確かにね、俺したことないもんそんなの、うん、でも、まあ、恥ずかしいと思うぐらいしたことなかった、うん、うん、それに甘えてたのよだからもうそれが普通だと思い込んで、すごいしっぺ返し来たよ今で今はそれが普通だよね、そうですよね、あのなんていうかな、こうやっぱりそうやってなかなか CD も売れない時代じゃないですか、そうですね、だから自分たちでその売ってね、でそのライブ会場に来ていただいた方にその買っていただいてサインをして、ちょっと肩抱くぐらいの感じをね、肩抱くそれ肩抱き嬉しいじゃないですか、でもいや確かにね、ね、で一緒に写真撮ってね、それでも選挙運動と似てますよ ね、 ね、握手をしたらさそうそうそう、なんとなくこうだから触れ合うことができるじゃない、ライブ会場で売るとやっぱ付加価値がつくわけですよ、そうですね、でその思い出がくっきり残るでしょ、うん、そうですね、それがね自分で言わない、いやいやいや、それしかだってそれが一番いいことじゃない、今までそれをすべきだったね本当は、そうですね、レコード会社に任せないで、うん、なるほどね、本当はね、でもそのすごい枚数をさ裁くのはなかなか困難ですけども、そうですよね、だからでもそれは基本でね、うん、あると思いますよね、まあ、CD を作った以上はやっぱ売らないとね、皆さん そうですよね、それでツアーを回って、うん、そうですね、うん、まあでもそれがきっかけでやっぱりいろんな出会いがあるからいいじゃないですかね、起爆剤として、ということで、あそういえばミキさんのリクエスト来てたよ、あちょっとね お便り追い分け、お湯分け、お湯分け来てた、お湯分けが来てた、お湯分けちょっとやってみよう、あ歌歌より読んでからしましょう、はいはいはい、今日は今日はじゃない、こんにちは今日はかなおさん、今日はじゃない、こんにちは、はい、かなおさん、としみさん、はい、桜田さん、ききさん、はい、こんにちは、いつもありがとうございます、はい、大阪の聖子です、あ聖子さん大阪のね、はい、こんにちは、ありがとうございます、いつもかなおさんが、荒木聖子さんね、あこれ言ってもよかった、いや大阪の聖子さんです、あそうです、はい、フェンネームね、はい、いつもかなおさんが励みになりますとコメントくださり、はいはいはい、反対に仕事が終わり、うん、私の方が励みになりますので、ああほんまにありがとうございます、 ありがとうございますね、うん、放送が終わり次第、うん、故郷に帰られますよね、はい、楽しんでまたまたたくさんの思い出作ってくださいね、そうですね、楽しみです ね、 ねリクエストはかなおさんの一番歌いたい楽曲をお願いします、あ歌いたい楽曲、歌いたい、もう歌いたい、もううずうずしてるってありますか、うん、いやもういっぱいありますよ、好きな歌もね、ありますけど、聖子さんからも実は来てたのよ、ひばりさんのあれがね、リクエストが前、そうそう、それでちょっと行きますか、松下さん、早速ちょっと今日、ほんとポカポカ陽気で暖かくなってね、今日は暖かいですね、今日は暑い、うん、まず、行きましょうか、そば屋、うん、お湯分け、お湯分け、お湯分け、いや、お湯分けは来てたんだよ、先週、そば屋にする、うん、そば屋やりますか、どっちでも、そば屋しましょうか、これなそば屋にしてください、はい、おそばが食べたいぞ、あ、いい、本当、皆さんおそばはいかが、おなじみちゃるめら娘、町から町へとおそぼそながらも楽しいちゃる
はい、ということでですね、松下としみが歌いました、うん、これ美空ひばりさんの歌ですね、チャルメラそば屋という曲をお届けしましたけどもですね、いかがですか、これだいぶ馴染んできましたか。いやいやいや、起き抜けにこの歌は厳しいですね。さすがに起き抜けって何て言ってんの。もうな、僕12過ぎてる。いや私も今日本当朝弱くて。朝弱いんだ。弱いんですよ。僕4時から起きてるからね。だから元気なんだね。だいたい12過ぎたらもう、ね、眠くなるぐらい。喉が開いてない。いや本当に。本当に。いや俺朝起きてばっかりでもう全然大丈夫よ。あーって言いながら起きる、まあ、いきなりね、ラジオで言えちゃうもん ね、すごいですよね。すごい。いや、ほら、発声練習とかさ、みんなするみたいじゃん。やりますよね。俺やんないやんないやんない。あれ、あれやっちゃダメなんだよ。なんで下手にしたら、あの喉がさ、発声練習してくれるんじゃないかなとかって。甘えちゃうのよ。甘えちゃうのよ。なるほど。なるほどね。だから甘えさせない。キュリャーって出す。荒行のようなね。そうだけど、出発力がつくんだね、きっとね。そうだね。だからなんかね、歌ってね、あれなんだよね、こう、ほら、遠くに響くように歌うと、また歌い方も変わってくるのね。だからこういう狭いスタジオだと、なんとなく声絞ったりなんかするけど、はいはい、で、なんかこう、遠くをの人に伝えるような、オペラとか、要するに芝居とかも、はいはい、マイク使わない人たちってそうやってやってるから、遠くまで届くんだよね。そういう声の出し方っていうのがあるんですよ。すごい、うん、教わりましょう。いやいや、いや僕が人を教えるようなことは一つもないですけど、何もできないんですけども、いやいや、でもそういうね、だから広いところも好きだし、すごいこう狭いライブハウスでもそういうつもりで歌っていれば、ね、なんかこう割とスケール感が出てくるような気がするんだよね。確かにね、うん、カナオさん生声でも全然いけちゃうもんね。いけちゃう、うん、だからこうそうやってやった方がなんかお客様にもこうポッと私最初に立ち飲み屋で歌ってるの見てびっくりしちゃった。どこで歌ってんの立ち飲み屋そうですね、ちょっとバカにしたような立ち飲み屋。そうじゃなくて、うん、マイクがないところで、うん、歌ってたのずっと1時間ぐらい歌うわけでしょ、うん、マイクがないところで歌うんですかっていう感じよ、私たちからしたら。あ、歌わないって言ってたもんね、うん、いやいや、こんなとこじゃ歌わないよ。いやいや、そういう語弊のある言い方じゃなくってマイクないところで1時間も2時間も歌えないでしょ、普通潰れちゃう。うん、潰れちゃう ね普通はね、うん、いや、ただがなるからじゃないの。いやいやいや、いや、マイクないとこってものすごく勉強になるのよ、うん、まあそれはね、ささやくように歌えばお客さんは耳をそば出ててくれるじゃない、うんうん、はいはい、そうですね。で、それで、掴むときはガッとこう腹から声を思い出した。そう、カナオさんと初めてそのライブをねやった時もマイクがなかったの、うん、ないところでしたよね。なんかワインバーかなんかで2人で生ギターと歌でマイクがないの。館内のワインバー、僕の友達がワインバーオープンして、で、そこに2人で来てくんないかって言われて、自信がなくて生ギターと歌で、うん、それが初めてじゃない。もう自信がないからもうお断りしたの。絶対なマイクないところでは無理無理だし聞こえないとか言って、うん、あれはね、でもなんだし、なんでしょう、この音響のないところでと思って。いや、でもあれ、うん、あれ良かったでしょ。あれで大体この番組に来た人って、うん、僕ほら一緒にやってたら声が大きくなるんだよ、みんな。そうそう、大体みんな大きくなって、まこちゃんも大きくなってると思うよ俺。乱暴ですよね、乱暴ですよね、乱暴ライブ。いや、でもね、いや、それはそれでね、うん、マイクないと、流しできるじゃん。そうですね。こうだって歌いながら、横で支えたりもできるし。今流していないですよ、うん、
いや流しやってる友達もいるんだけど、見ないことはないけど、あんまり見なくはなりましたよ ね、うん、かっこいいよね流しってね、うん、だってリクエストしてるにはいますよ、すぐ歌えるんだよ、すごいよね、だからレパートリーが何千曲とか言うのね、何千曲だもんね、そういう4千曲とかね、ね、そういうことは僕はできないけども、自分の歌ではさ結構そういうのってあるよね、うん、やっぱり声が通りますよ、いやいやそんなことないんだけど、あの年とともにほら声とかだんだんしぼんでくるけど、まあ、 あの確かに僕もありますけど、やっぱ歌い方をちょっと変えて いったらね、なんかこう持ちますよね、うん、うん、だからこう押したり引いたりっていう、いやそれができないとそれ求められるんだもん、そうですよね、うん、確かにそうだよね、ただロックバンドやってる頃ってもう、うん、音より上に行かなきゃいけないから、ただそこ超えたいっていうか、もうそればっかりの時あったけど、うん、だ結構セッペリンとかもやってたのよ俺学生時代、それ聞いてみたいね、うん、だからそういうのもあったけど基本にね、だからロンドン行った時にボーカリストが見に来て、うん、スペインので、それを音楽やってんだけど、そのでスペイン人で、あのセッペリンとか好きで、うん、ロンドンのほら会場があったじゃない、松井さんもフランスから来てくれて、はい、でその会場の前で2人で歌って、あの生で歌ってたのよ、セッペリンを。そうそうそう、なんか声を出し合いしてて、動画で撮ったつもりが撮れてなかった。あ、残念、それは残念だ、ね、そういうこともありましたけども、さあどうしましょうか、今日お便りはそれぐらいしか来てないですかね、ですね、うん、なんかなぜでしょう、チャルメラそば屋行きましたか、お送りしました、うん、お送りしました、ロングディスタンスってやってみる、はいね、えこれyou
はい、カナダヨシロロングディスタンスをお届けしました。拍手拍手って拍手がないとなんかね終わったって感じがしないよね。次に行けないって。いやいや僕はねほらラジオやってたら拍手なんかないじゃない基本的には。自分でする。お客様とかねいらっしゃった時はね拍手とか出るけど、でもそれでいいじゃないみたいな感じがするよね。何今のイントレーション。ちょっと待ってた。それでいいんじゃない。なんかもう気持ちがいいんじゃないかいみたいなね。ラジオでいちいち自分たちでわわわ言ってさ拍手しよったらお前あれやろお前だってもう博多弁に戻ってますね。だんだん戻りつつあるね。戻りつつありますよね。気持ちがだんだん向こうに気持ちはもう行っちゃってますね。うん、でもそうですね、昔のやっぱり仲間たちと会えるっていうのがねすごく楽しみですけどね。ということでですね、なんか、松下さん歌いましょうか。私、うん、リンゴお湯分けしましょう。またちょっとお便りが今来ました。はい、ミキさん、ミキさん、はい、皆様こんにちは。暖かくなってきましたね。それですか。そうですね。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。うん、ね、こうやってね、生放送中にこういろいろね、メールとか、なんかいつもね送ってくださる方がちょっと来ないと心配になっちゃうよ。誰ろろ？博多のミキちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。短いよ今日は。皆さんこんにちは。そうです。すごい短いわけ。皆さんこんにちは。ロングディスタンスを聞けましたね。あ、今ね、聞きながら送ってくれて、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。暖かくなってきましたね。ほいほい。うたた寝してたら番組が始まってしまって、慌てているおいらです。うたた寝してないよ、マキさん。おきんかい、マキさんやろ。さて、カナオさん、いよいよですね。気をつけて帰ってきてくださいね。はい。カナオさんの声ほどではありませんけど、おいらも200人収容の会場で、司会やるときに張り切って喋ってたら、マイクのスイッチ切られたことあります。ああ、ねえ、ミキ君もでかそうだよね、声がね。ケンちゃんでは張り切って、張り切ってシャーシクオラ選びますんで覚悟しといてくださいね。これケンちゃんでは張り切ってシャーシクシャーシク選びますんで、シャーシクっていうのはうるさくっていうことね。あ、シャーシクシャーシーっていうわけね。覚悟しといてくださいねって書いてありますね。うるさく叫びますってこと。叫びますと張り切ってシャーシク選びますけん、オラブっていうのは叫ぶっていうね。選びますんで覚悟しといてくださいね。今梅さんが分からんって言ってたロングディスタンス聞けましたね。そう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 、分からんって梅さんが言ってたんですか。そうそう、忘れてね。どなたか、前のバンドの梅さんっていうのはどうなったんですか。あのね、元の僕は徳間ジャパンの頃のね、メンバーですね。ベースの今度一緒にやるんですよ。はい、熊谷健二君のベースと徳間ジャパンの頃の、まあ、バンドのベースをやってた、あと中野茂樹君ってブルースハープのね、茂樹さんね、昭和時代からもう友達ですよね。茂樹さんかっこいいですよね。茂樹君見たことあったっけ。ありましたよ。うんと、かっこいいって、かっこいい、なんかねロバート・デ・ニーロみたいな顔して、ほう、あ、博多のデ・ニーロって言ったらもう中野茂樹やは、渋いわけよ。渋いね、素敵。でもさ、これ前話したかもしれないけど、奥さんからさ、ハーモニカ吹くじゃん。それさ、言ったけどさ、いや、ハーモニカ吹く姿をね、奥さんが見て、ハーモニカってさ、こう丸まって吹くじゃん。こうね。で、小鉄ちゃんとかは、この間小鉄くんが来た時に話したら、こう、結構胸張って吹くらしいんだけど。そうね。で、茂樹くんは、こうやって吹いてるのを奥さんが見て、うわ、あんた羨ましか、あんたの姿も背中曲げてからくさーって言われて。何それ格好が悪いってこと。こっちの言葉で言うと何て言うんですか。いや、なんかもうほら背中丸めて、丸めてね、弾くのを見るのが辛いって言うけど、奥さんが、もう投げ出したこと見たらもう羨ましか、恨めしかっていうの、情けなかみたいなね。ああ、そうだね。でもハーモニカの人って大体曲げて吹くじゃない。まあまあね、こういう、いや、どうしてもこう手で包み込むね、そうそう、フォームになるからこうなって、ちょっとね、前鏡にちょっとなりますよね。そう言われるったいねって、しげ君が俺に言ってね、いや、神様なんか見に来てくんないんだよね。
恨めしかっていうのが全然違うね、意味が感覚がね、なんか違う、ね、なんかね、それがね、ちょっとこう、みっともないんじゃなくて、ちょっと嫌だなっていう、切ないってこと、切ないっていうことだよね。おじいさんみたいな感じに見えるのかな。そうそうそう、見てらんないみたいな感じ。そう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 、そうかな、かっこいいけどね、渋いから。知る人が知るとね、いや、知ってる人はなんかハーモニカってそういうもんだと思ってるから。そう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 、昔はそうだったじゃない、だから胸張ってハーモニカ吹く人ってそんなにいないじゃん。いないですよね、こうやって吹けないもんね、だってこうなっちゃう。いや、だから小鉄くんはそうやって吹いてるみたいね。小鉄ちゃんはこう片手でこういう感じのイメージは、写真とかでね、そういうイメージあるけど、だから、まあスタイルがね、ハープの人ってみんなね、そういう感じだったんですけどもですね、ということで、なんかリクエストございましたけど、今まで忘れてたのはあった、聖子さん、思考ブルースがあったね、思考ブルースあったけども、いや、好きなの、歌いたい曲、楽曲、加納さんの、一番歌いたい楽曲、それ今だけど、前にね、思考ブルース一回あったっちゃあったんだけど、大体ね、ほとんど僕、リクエスト来てね、やれなかった曲は頭の中入ってますからね。素晴らしい。ということでね、このギターってさ、これアリアの、これはライブの時いつも使ってんだけど、これ、40年近く前にモニターでもらったギターなの。40年、だってこれ全部こう削れてるもん、フレットがね、フレット、40年も経ってんだけど、これね、なんかね、フレットは打ち替えできるから。あ、そうなの、もうね、だからあれよ、ずっともう俺と一緒に来てくれたんよ ね、 ね、でもいい色でしょ、ね、だから40年っていうか、もうほんと30何年前、今もう製造されてなくて、こんな薄いじゃん、で音自体そんな良くないんだけど、なんかね、こうやっぱりこう抱き心地っていうかね、分かる、持った感じがいいのよ。あ、そうか、それがあるんだよね、まあ、体の一部になっちゃってるから、そうそう、だから普通はね、こうボディとか熱いでしょ、ボディボディ何そんな笑わなくてボディ、ね、デスコやろ。そうそう、だからこれ何回か音が出なかったことがあったでしょ。あった、何回もあったね、切れてたりとか、なんかいろいろあったんだけども、いろいろね、なので私探して、うん、そのメーカーに問い合わせしたんですよ、この形がないかどうか、はいはい、そしたら社内にも一本もありませんって。あ、そりゃそうでしょ、ないよね、見本もないんだって。もうだから中古でどっかで探してくるしかないね。うんですね。そうそうそう、でも結構オークションとかで出物ありそうだけどね。うん、だからそんなにね、その高いギターとかさ、じゃ ないし、ちょっとあれなんだけど、うん、でも、うん、結構ね、いろいろガタ来てる、俺と同じよ。あ、すごい、うん、もうほんといろいろガタ来てるよ、ギザギザ、うん、もうギザギザになってるね。これはね、ずっとね、なんか共に歩んでくれた、ね、すごいですね、そうそう、40年、うん、そうですよね、これしか残んなかったね。元、俺だって神さんより長、元の神さんより長いから出ました。あ、失礼しました。いや、でもね、本当ね、大事にしないと、うん、これ大事にしないとダメだよね、うん、まあ、でも修理は大抵のことはできますよ。そうなんだ、その回路がちょっと変わっちゃうかもしれないけど、うん、そのプリアンプ入れ替えるとか。あ、そしたら音がまた違う、若干変わっちゃうかもしれないけど、本当、まあ、あとはここのブリッジも切れたら別のやつに入れ替えるとか。本当、うん、あと同じメーカーのやつもう一個買ってきて、そのまま入れ替える、付け替えちゃう。ああ、そうなんです、やっぱ修復が必要。うん、まあ、まだ大丈夫だろうけど、いやでも結構もうギリギリかもね、うん、だから今回これ持って帰るんだけど、だからちょっと音がね、今日はアコースティックギターみたいに大きくないかもしれないけど、でもこんくらいでも全然マイクで拾ってから大丈夫、このくらいの方がいい。いやいやいや、違う違う違う、やかましすぎるみたいな感じかもしれない。これぐらいはいいかもしれない。どうしてそういうマイナスに取るのかしら。いや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 、ということでね、曲いきましょう。なんかね、今日歌いに来たんですけどね。カラオケボックスじゃないんだよ。カラオケどうよ、行ったことある？松枝さん、しかしカラオケうまいよね。カラオケうまいって言われても嬉しくないな。カラオケのそのなんていうかな、こうの中にあなたの曲とか入ってるじゃん、鈴木由美さんの曲とか。ああ、ね、一応歌うとさ、なんか歓迎されるかと思って。ああ、ビビタル。カラオケってでもあれ慣れかね、俺絶対歌う。ああ、だと思いますよ。本当のボーカリストはカラオケは歌えない。
ほんとなんか、うん、俺なんかカラオケ歌った気がしないんだけど、うん、うまくはまらないでしょマイク。というかまああんま行かなくなっちゃった、ね、だから私がカラオケでマイクっていうのは素人なんです。ほんと、うん、じゃあプロで。いやでもカラオケでバッてこうねガーンって歌う人が結構多いけどね 今ね。カラオケでね採点の番組があるもんね。だってあなたたちもほらカラオケうまかったよ。キキさんめっちゃうまかったじゃん。もう熱唱してたからね。そうだよ、行ったじゃんみたいなね、うん、カラオケ。カラオケでもああいう風にちょっと飲んでねは楽しむのはいいけど、うん、そうそうそう、真面目になってカラオケ行ってさいやみんな真面目に言ってるんでしょ。で、ね、100点でだそう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 、番組でことは100点とか出す番組あるじゃないですか、うんうん、カラオケでテレビでしょ。あの人たちの練習量はすごいですよ。何が練習100点にめがけるために何十時間とかも、そうそう、そう1曲を仕上げるのにかけてる時間が。ああ、俺それよりも人前で歌ったらラジオ1回くれえのに。そうですよね歌い方がねあるからね。いやでも感動するかどうかよ。そう、俺あんまり感動しないもん。あのテレビ見ててもカラオケが基準になってるじゃん。ああ、そうですよね。歌の上手いか下手かっていうね。でも俺あれじゃないと思うんだよね。あれはだからなんちょっとゲームみたいなもんで、うんね、あのほらピッチをより正確にすると点が上がるわけじゃない、うんうん、でゲームやってるのと同じような感覚だと思う。あーゲーム感覚なんだね。ゲーム感覚でリブラウンドだから結構今世の中って全てがそのゲーム感覚で、うん、割とそのまあアニメもそうだけどそのコスプレとかアニメとかまあそのそういう世界ちょっとバーチャルな世界 になってきてるんじゃない。だんだんね。ね、うん、だからなんかこうでもそれが現実になるよね。だって車だってさ運転もそのまま自動になるでしょ。嫌だよね。あれ誰も乗ってないような車でも怖くてしょうがない俺。俺信用してないもんだって。でももうすぐですよそれは。俺マイクもあの線繋がってなかったら信用してないからね。線いや線ってない。あのマイクの線がないマイクあるじゃん。線って言わないで。ワイヤーですね。あ、そうとも言う。でもあの俺一回さあのなんかオールディーズハウスみたいなとこでその線がないマイクが出たばっかりの頃にあのちょっとそこで歌うなんかがあったわけで、そこ歌わせてもらってで常に線があって線をこうバーッと回してポッと取って歌うみたいなことがあってさ、俺うっかりワイヤレスを投げちゃったのよでもめちゃくちゃ怒られたことあったもん。いや紐がついてるつもりですですね、もうめちゃくちゃ怒られたね。いやいやいや何すんねんみたいな話失礼しましたそうよね、ワイヤレスもね。だって信用できないよ俺、あの線が繋がってないと。今だに線って言わないで、うん、線って言わないで。カノンさん、まあまあね、うん、でもまあそういう時代なんだろうね。時代ですね。だから昭和だからね、うん、昭和もなんかすごい長生きしてきた感じがする。私昭和だって平成ももう終わっちゃうし、ね、そう、うん、ねえあっという間だよね。なんかね、そう昭和の人が、ねうん、明治を見てるような感じ。そんな感じでしょう。令和の人が平成の前の昭和を見るっていうのは、そうだ、ん、ね。昭和の人が大正の前の明治見てるような。うん、私たちも本当文明のなんかこうね発展途上をずっと見てきたじゃない、うん。っていうことを振り返るとすごいよね。だって俺戦後だって9年近くで生まれたんだよ。戦後ね戦争。俺。そうでしょ。戦争10年前は戦争してたんだから、うん、日本は。そうよね。俺が生まれる。確かにね。ねえ、それ考えるとこれヘラヘラしてる場合じゃないよね。でもね、いやなんかね人に喜ばれたりやっぱりなんていうかあのそういうことってなんかすごく自分に生きる張りになるよね。うん、ただ好きで音楽だやってるだけじゃなくて、今回もねあのお袋の入ってる施設にも行くんですけど、はい、素晴らしい。うん、あのもう僕のことはもうちょっと記憶ないと思うけど。なんかやっぱそう行くとねあの他の人たちが覚えてくれてるの。それは大事よね。やっぱり喜んでくれるからね、やっぱり行くことが喜びになるよね。そういうのありますよ。会いに来たぜっつってね。で行きますか最後に、はい、何行きます最後らしいやつ。最後はやっぱり不良10年ですよ。不良10年が九州帰ります。戦えた分だけ強くなれるのさ。
ということで不良純烈のすすめ、金尾芳郎でお届けしました。今日も楽しいね、1時間あっという間でしたけどもですね、はい、ありがとうございました。お相手は、はい、桜田たけしでした。はい、松下としみでした。はい、動画の聴きさもありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。あっという間ですよね。いってらっしゃい、はい、行ってきます。頑張ってね、九州の皆さんよろしく。はい、お相手は金尾芳郎でした。 See you next time。あの人は今はない。